Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみダメダメおじさん、にむらです。どうも、ホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい。この収録を行っているのが、8月14日に予定されている生配信の、まあ、前になるんですけれども、はい、まあ、この後ね、生配信が控えているという状況なんですが、まあ、ちょっとね、一つ、このライスオンミーとして発表することがあって、生配信もするということになってるんですけれども、はい、ホイップさんの口からいいですか？お願いして。はい。私、今まで、コンビニはファミマでしたが、ローソン派に変わりました！申し訳ございません！ズコーってな。ズコーってな。早い。ズコーってな。心が折れるのが早い。にむらさん、見透かさない。もうちょっと待ってもよかったと思う。ああ、本当ですか、うんうん。申し訳ございません。入籍いたしました。いや、そこはもっと食べて言えよ。いやー、もう恥ずかしい。恥ずかしいよ。何か入籍だから。いや、ね、ホイップ坊やが結婚したということで、うん、そうですね。いや、これはもうまずは手放しにおめでとうございます。いや、ありがとうございます、信じられるかい、30まで童貞だった男ですよ。本当ですよ、うん、で何年の付き合いなんですか？7年ぐらい、三村さんと僕と。もっとだよ。10年以上だよ。僕の中でなぜかホイップ坊やとの付き合いって7年で止まってんだけど。だって僕22、3で二村さんだってそうか。だって二村さん25歳だから。25とかか。じゃあもう13年とかなんだ、うん。いや、だからそれだけね、長い付き合いで、いや、ほんと会った当初のことを思い出したら、まさかホイップ坊やの口から、結婚するというお話が出てくるとは、ほんとに思わなかったし、びっくりします。だって会う人会う人に、うん、お前は絶対結婚できないって言われてきたからね。いやー、そうでしょうね。性格的に絶対無理だと、うん。そうでしょう、そうでしょう。うん、はい、そうでしょうだと。そうでしょうだと。ヘイ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 じゃなくて、間違いないと思います、それは、うん。一緒にいた僕もそれは本当に思ってました。でも何を隠そう、うん、一番最初に二村さんに反旗を翻したのも、うん、家族の話でしたからね。一緒に、合コン帰りに、はい、合コンというか、まあ、二村さんも彼女いましたけど、うん、はいはい、僕にね、うん、女の子を紹介してくれると、ね、うん、今フリーの女性を紹介してくれるっていうんで、うん、こう食事会をした帰りに、はいはい、うん、でも高橋君は結婚なんかするつもりないっしょ。何言ってるんですか、僕めちゃめちゃ結婚願望強いんですよ。嘘ばっかだよ。なんで？じゃあ結婚したいの？なんで？なんで？ってめちゃくちゃしつこく言ってくるから、いずれじゃ別に俺がどう思ったってって初めて声を荒げたっていう。僕ビクーッとしちゃった。ええってなって。ありましたね、そんなこともね。そう、あれから早11年。いやー、それが今回結婚と、うん、そうなりましたいうことになって、もうお相手はね、以前にもライスオンミーに出演していただいた、はい、なおちゃんと。そういうことですね。いうことで。いや、なんかね、まあなんか番組上だと、早く別れろとか、ね、そんな意見もあったりしたじゃないですか。まあ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 。見事今回はゴールインということで。そうなんですよ。だから、うん、なんか、まだね、今収録してる段階では生配信を行ってないじゃないですか、うんうんうん。リスナーさんにご報告してないんですよ。そうですね。うん。こう、どう言ったらいいもんかなってすごい悩んでます。三浦さんには言えるけど、ね、うん、まあね、ホイップさんどちらかというとその彼女ができない紐手とか、うん、
そっちの方がね、結構リスナーさんは期待してるところ多かったりするからね。そうなんですよ、うん、本当にね、俺がね、彼女できましたってなったら、うん、まあ裏切られた気分ですとかもう二度と聞きませんとかまあバリ雑言な嵐ですよ彼女のいるホイップ坊やに何の価値があるんですかみたいなコメントまで来たことあるちょっと前にだってインタビューした時も幸せになってほしくないって言ってたもんね。本当だよ。だからすっごいね、あのね、生配信俺どんなスタンスでいるんだろう。みんな祝ってくれ、結婚したよっていうポジティブなお知らせの仕方をすればいいのか、はいはい、うん、もうそれこそね、俺スーツ着込んで謝罪のテンションで正座して映った方がいいかなとかね。ほんでお祝いすべき話なのに謝罪会見のような。そう、申し訳ございません、私結婚してしまいました、不徳の致すところでありっつってこれでも本当どっちに行くかはまだ決めかねてますから。悩んでるよ。あと何3時間後ぐらい、3時間後ぐらいですか。だからちょっとこれはね、あのもしまだ生配信を見れてないという方はアーカイブで見ていただければ、うん、と思うんですけど、そうですね、謝罪してる可能性もあるのか。いや本当だよいやでもこれは僕は相方としては、うん、まあ手放しにこれは祝福してあげてください。ああ、ありがたいですね、ホイップさんに対して、うん、ね、石は投げてもいいと思いますけど。いや、石投げていいんか当たりどころ悪かったら召されちゃうよ俺当たりどころとサイズ次第だけど石は投げても、あのそういうホイップボーイに対してね、ちゃんとおめでとうとは言ってほしいなと思いますけど、うん、まあね。いやでもなんか本当にね、これまでこう我々二人でやってきた番組の中では、うん、ホイップさんはこう好きな女の子ができてもなかなかうまくいかないっていうところがね、うん、ホイップ坊や武士だったところあるわけじゃないですか、うんうんうん、これ今回なおちゃんと、うん、これ結婚までいけたのってこれどういう理由というか。いや完全にスピード勝負だよ三村さん。スピード勝負、スピード勝負と言いますと、だってまあ付き合い始めたら1月とかだから、うんうん、実際8ヶ月ぐらいで席を入れるに至ってるわけだよね、うん、はいはい、まあ早いわけよね、結婚に行くまでがね。俺はね、もう割と付き合い始めてすぐの段階で、うん、これ早めに勝負決さないと正気に戻るぞって正気に戻る、うん、あんまりごめんなさい、結婚のこう決め手とか、うん、こう慣れ初めという中で、うん、聞いたことないワードなんですけど、うん、スピード勝負とか、これ2年とか3年とか付き合って長丁場になればなるだけ、どんどん俺の本質に気づき始めるから、これスピード勝負だ、バレない前に、うん、相手がまだ混乱してる隙にもう電撃戦ですよね、相手のパニックに乗っかってなるほど、スピードで全てことを終わらしてしまう。早めに決着をつけてしまおう。そう。まんまと反抗しやがりましたわ。ざまあ、ざまあわら。何も培ってないんだ。付き合ってから。お互い、この子だけは良かったとか、うん、そういうのないわけ。何？なおちゃんだけは、なんかちょっと今までとは違ったな、みたいなさ。いや、まあまあ、でも、割と序盤でね、うん、もう。いやこの子じゃなかったらもう二度はないぞっていう、それはね、僕のモテ偏差値がかなり低いっていうのもあるから、うん、二度と打席は回ってこないだろうっていうのもありましたし、なるほど、うん、そうね、まあ本当にね、この人はと一緒にいたら、うん、仕事を頑張れそうだなっていうのはありましたね。なるほどね、うん、まあ、だからちょっと運命的なものというか、それは感じてるわけでしょ。そうですね、うんうんうん、まあそうね、あとはなんだろうな、いや決め手、決め手と言ったらもう初立ちから俺は殺しに行ってるけどねはい、初立ちから初立ちから殺しに行っている、要は憲法でいうところのね、はい、刀ですよ、はい、うん、一発目振り下ろす時点で相手の息の根を止めるつもりで言ってるから付き合い始める時点で。なるほど、まあまあ、結婚する気だということですね。次元流ですわ薩摩の。ちょっと何言ってくるか分かんないんで、ごめんなさい、幕末好きが出ちゃったじゃあプロポーズはどういうプロポーズでしたの。あ、いやでもね、もう割とだから序盤から、うん、もう俺は
その結婚を前提としてちゃんと付き合っていきたいっていうことを伝えてありますので、うん、なんか改めてというより、うんうんうん、まあ8ヶ月経って、うん、まあいいんではないかっていう感じ。はあ、ははあ、あ、じゃあなるほど。まあそうか。じゃあ、なおちゃん的にも、もうそこはちょっとある意味前提で付き合い出してたというか、そう了承済みだったわけ。そう。なるほどね。うん、だから多分このプロポーズの話なんか多分生配信で、ちょっと出るかなと思うんだけど、うん、はい、生配信の時はもうちょっとちゃんと喋れよ。なんだよ、ぐだ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 喋ってるみたいな言い方してさ、俺だって一生懸命喋ってるよ。照れんじゃねえぞ。照れてねえし。全然照れてねえよ。旅行演習だと思うよ、この放送。生だからな、この後控えてるのは。俺本当にさ、どっちで喋ればいいのか分かんないんだよ。それは自分でやって。これ真面目に喋った方がいいの？それとも、なんか。いや、もう、祝ってくれでいいと思うよ。祝って、もう、これ多い、もうおめでたい話だから。いやー、そうなのか、うん、俺にとってはもちろんおめでたいけど、うん、リスナーさんにとってはおめでたくないんじゃないだから危機として俺が語れば語るほどバッドボタンが増えていくんじゃないのか俺はそれを懸念してんのよ難しい番組だよね、この番組本当だよ。おかしな話だよ、うん、何も悩むポイントじゃないもん、うん、結婚報告しますっていうものにあたってさ、素直に報告したら嫌われるんじゃないかなってすごい面倒くさいこと考えなきゃいけないよね、うん、そりゃだからね、分からんのよ。いや、まあ、その辺はまあまあおいおい考えるとしてよ、うん、その生配信では出ないかなと思うところもちょっと聞いときたいのがさ、はい、親御さんとかにはどういうふうに、うん、挨拶はしてるわけ。挨拶はしてる。まあ、1回目はもう、3月か4月ぐらいにお会いしてます、うん、もう前もって会ってるわけだ。そう、はいはい、で、まあ、7月初めぐらいに、うん、あのもう結婚しようと思います、うん、席入れさせていただけないか、はいはいはい、ということを言ってますね。ほうほうほう。で、1回目の時がやっぱ鬼門だよね。はいはいはい。うん。彼女の仕事がスナイパーだっていうことは前から言ってると思うんですけど。そうですね、スナイパー。だって番組上では言ってますね。うん、一族がそもそも暗殺者の家系なんですよ。一族そもそもね。今日生配信堂々と喋って大丈夫だとしたら暗殺集団なんだ。そうそうそう。あ、そうなんですね。はい。で、まあお母様とお父様にね、うん、ご挨拶するときっていうのが、うん、一番最初がやっぱり一番怖かったねそれは殺されるかもしれないってこと。そういうことですうん、もう、まず、こう、お目通り叶わない間にもう、俺天国に行ってる可能性あるから、それはそれはですよ。でね、こう、彼女と議論になったのが、うん、金髪どうするかっていう。ああ、青木さんずっと金髪ですからね。これがね、まあもちろんスーツは着ていくとして、うんうん、髪色は変えるべきなのか変えないべきなのかっていうところ。うんうん、で、彼女は、まあこれはごく真っ当な考えなんだけど、うん、いや、黒にちょっとさすがに、なるほどね。していってほしいっていうの。はいはい。まあ常識的な感覚じゃないですか。うん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 、でも、これはね、俺は珍しく抗弁したね。おう。いや、これはね、絶対金髪で行くべきだと。うん、もちろん俺も怖いけど、うんうん、理由はいくつかある、うん、まず最初だからかまさなきゃいけないっていうことが一つ、うん、なるほど。そしてアウトサイダーなんだということはもう最初の時点で分かってもらわないといけないただもんじゃねえんだと。うん、まあ、ただもんと言うとあれだけど、まあ、その世間の常識の拉致外にある生き方をしている人だよっていうのは、これは最初に示さないといけないね。ああ、なるほどね。いや、これね、リスナーさんもさ、何言ってやがんだって思うかもしれないけど。いや、リスナーさんは、うん、うんって言ってると思う。そう。いや、それでもすごいよくわかるよ。で、これはね、うん、一般的な例えに当てはめると、うん、フリーランスの人、うん、例えば、絵描きさんでもそうですし、うん、フリーランスで芸能活動やってますとか、うん、フリーの編集者とか。うん、要は、こういう人は、うん、あのね、とりわけ派手な格好してるパターンって多いじゃないですか。そうですね。三村さん。うんうんうん、いや、あれはね、
やっぱ大企業とかと取引するにあたって必要な、うん、はいはいはい、なんちゅうのこう、うん、誇張なのよ、うんうん、合理性あんのよ、まあね、うんうん、やっぱり僕は黒髪で至って普通の格好をしていた時よりも、うんうん、金髪でつなぎになった時の方が何事も話が通りやすくなった、うん、はいはいはい、だからこれはお父様お母様にお目通りする時っていうのも一緒で、うん、あ、別世界の常識通じない方なんですね、 OK でーすって思わせないといけないのよ。まだそれは分かんないけど、ホイップさんの場合金髪っていうのは一つのアイコンとかさ、そう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 、キャラ付けだから金髪のままでいくっていうのはすごい分かるよ。だから逆に言うと僕が例えば金髪にしてたりすると、それはあくまでなんかファッションとかさ、うん、その時の気分でしてたりすることだから、うんうん、そういう場合はね黒にした方がいいと思うけど、そうで、やっぱり活動履歴とかも見てもらって、うんうん、まあ、これは必要なことなんですよっていうことを、うんね、うん、最初にその偽った姿を見せるのではなく、うんうんうん、ちゃんと正直に出した上で、うんうん、いかにそれを納得してもらうかのプレゼンが勝負だと。なるほどね。簡単に黒染めできるけど、うん、そこで取り繕うよりも、うん、はいはい、1万の言葉を尽くして、うんうん、こういう人間ですってことを分かってもらうっていう方が絶対正しいルートだと、うん、言ったら、不服そうに納得してました。あ、そこまで言ったけど、おーって感じだった。って感じだった。実際それで、そのまま金髪のまま、向こうのご両親に会ってどうだったんですか、うん、反応としては。まあ、そんなに悪くはなかったですね。おーおー、いい感じで。で、まあ僕も、ご挨拶させてもらうときに、まあ、ちょっと、奇抜に見えるかもしれません、30を超えて髪を金に染めてるっていうのは分かるんですけれども、うん、僕はこういう仕事をしておりまして、うんうん、で仕事上こういう必要性があって、なので決してこう浮ついた気持ちで、そして礼儀を書いて今この状態で来ているわけではございません、それよりも僕の仕事を分かっていただきたいんです、おちゃんと誠意を尽くして言ったわけだ、うんうん、まあ、そしたらお父様お母様、おおあれ飲み込めてはいなかったです。口の中でゴロゴロはしちゃってたけど、ゴロゴロはしちゃってた。で実際だってそれで本当に向こうでしょ、そう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 、僕ね、お相手の家に入ってますから、これはまあ生配信見てくださると分かりやすいとは思うんですけど、ね、小入りしてるんですけど、だから僕ね、もう高橋じゃないんですよ、うん、新井なんですよ、新井さんなんですよね、うん、それもご両親はもうすぐに飲んでくれたんですか、やっぱりですね、こう2回目結婚のご挨拶、うん、お願いをしに行った時に、はい、うんうん、まあ、ちょっとねこうつかぬことをお伺いします、はい、なんかもう突然何を言い出すんだと思うかもしれないんですが、うん、新井の家に僕も入れていただけないでしょうか、はい、うん、まあ、自分のね、うん、こう家族関係なんかももうふんわり話してはいるけれども、うんうんうん、もうちょっと絶縁してるし、はい、僕としては新井の家に入れさせていただいた方が、うん、まあ、話も早いし、うん、なんでしょう、こうお父様お母様とも本当の家族になっていきたいのでと、なるほど、いうことを言ったら、はいはいはい、うん、お父様お母様、おおはい、うまくやってる。一つも飲み込んでくれてないけど。今井さん、もう一度言います。全部スピードショット。全部不意打ち。相手が構える前に打つ。これ。相手がよく飲み込めてないうちに、うん、うん、と言わせて、うん、じゃあ、入りますと。うん、なるほど、うん、まあ、電撃戦ですよ。なるほど、まあ、どんな手段であれひとまず了承は得て、そうでも、まあ、やっぱりさすがに後日ご連絡がありまして、はいはい、本当に高橋さん方のご両親にご挨拶しなくていいんですかっていう心配は、うんうん、まあされてましたね、うん、それはそうでしょうね。で、まあ、僕もなかなか口頭で僕も説明できる自信がないので、うんうん、まあ、こう家族とはこういう関係で、僕の生い立ちはこうこうこうでっていうこともより詳細に文章にしたためまして、で実家と縁がない、もううまくいかなかったからこそ、僕はもう
自分で作る家族にすごく執着があると。なるほど。何があっても幸せな家庭を築くっていう執念が人とは違います。うん、ぜひよろしくお願いいたします。なるほど。言ったら、うん、おー、はい。まあ、それならまあいいですけど、もう向こうも水でね、なんとか無理やり飲み込んでくれる状況にまでは持ってってるわけです。そう。もう完全にパワープレイですわ。圧倒的な速さと力をし。ということで、だからこれでもう新井俊介に、そういうことですなってるというところで、よろしくねえ、うん、まあちょっと今回ね、生配信前ということなので、皆さんにこれ発表するのは生配信の時になりますけど、ちょっとまあ後日談みたいな感じでね、今日はお伝えしておりますが、実際どうですか、新井俊介になったことで、なんかちょっとこう、自分の中でこう変わるぞというか、なんかこう、心意気というか、なんか意気込みみたいなのありますか？何にもないね。ああ、新しく名前が変わったので、はい、借金とかもしやすくなりそうな気がしてる。督促も逃げれそうな気がしてる。うん。まあ、ほんと、新しい戸籍を得た。みたいな。何のテロップも出ないよ、それ。新しい戸籍を得た。じゃないよ、本当に。よーし、これで別人になれたぞ。違う、高橋俊介時代の罪は全部消えたぞって思って。あのさ、これ20分聞いてくれた人、うん、あれこれ結婚詐欺と思うから。そうじゃないってことだけちゃんと言っときな。ああ、本当ですか。ちゃんと結婚なんだよっていうね。ちゃんと結婚しましたんで。ね。まあ、ね。まあ、よろしくお願いしますよ。家族としてね、ちゃんとうまくやっていきたいんだもんね。うん。家族として。そう。子供も欲しいってずっとね、保育さん言ってるわけですから、うん、これはもう授かりもんですけど、幸せな家庭を築くべく、うん、全然喋れなくなるな。いやいや、難しいんだって。難しい、何喋ればいいんだよ。正々堂々と結婚についての話になるとびっくりするが喋れないな。うんうんじゃないのよ。よし、終わろう終わろう。これ別にみんな聞きたかねえだろ、まあ、俺の結婚話。生配信のね、方とぜひ合わせて見ていただけると、ね、聞いていただけるとと思いますので、はい、はい、ぜひ、まあ、皆さん、僕はもう本当パートナーとしては、まあ、ぜひ祝福の声をと思っておりますので、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。というわけで以上、ライスオンミーでございました。ありがとうございました。ここからは楽しみ